私が紹介したいのは2024年のエイプリルフールについてご説明をしたいと思います。ご説明を。なんか審判とか行人を説明みたいになっちゃったね。ご説明したいと思います。どういうことだったのかっていうご説明を。それが謝罪会見。そうですね、審判部長から。いや、七五調ポータル Z になったんですよ。なりましたね。で、まあこれ果たしてエイプリルフールなのかって毎年思うことなんですけれども、はいはい。デイリーポータルの2020年のエイプリルフールは、全部の記事を七五調にするというコンセプトで、結局15本 ?16 本かな ?16 本ですね。16本の記事が集まって、ライターが、もう本当結構ギリギリだったんで、1週間ぐらい前にね、あの七五調にするんで、皆さん書いてくださいって言ったら、ね、16人ぐらいわーって、やるやるってやってきてくれて、いや、僕はなんか恵まれた人生だなと思って、こうやって、ね、こういうジャストアイデアにも程があるジャストアイデアにこう、はいはい、こうしてくれる人たちがいっぱいいてですね、結構ババババッと来てくれましたもんね。来たね。うん、これ俺もサンプルの原稿作ってこれなんだろうなと思ったんですけど、やるかなと思ったらもう安藤さんがその日の晩にね、すごく来ましたね安藤さん、うん、早かったね。早かったですね。糸やばしって書いてあったもんね。ね、石川君もツイッターに書いてたけど、なんか古文みたいになるかと思ったら、意外に、はいはい、そう交通標語みたいになってるところが、ね、はいはいはい、ありますね。人によってなんかどっちに触れてるか違う感じしますね。そう、これはあの特に七五調であって俳句とか短歌にしろっていうことではなくて、リズミカルに書いてねっていうことであるんで、うん、西村さんはでも我をさ、なんか難しい我が輩の我じゃない、あ、我が輩は猫であるの我があの子、なんか上に棒を書いて近く、あれを使ってて、さすが昔の人慣れてるなと思って。はいはい、確かに。あと唐沢さんとかもやっぱ昔文体うまいよ、ね、はいはいはい。唐沢さんはやっぱ本職そうだよね、うん、本職というかあの専門ですからね。そうだよね。国語専門はでも中国語なのか、国ですけど、やっぱ古文書とかをいっぱい読む、古文書っていうかその昔の文献いっぱい読んでたので。そうだよね、強いですね。文学部の大学院まで行ってるわけだもんね、はいはいはい、文学系でね。そうそう、美術史のね、すごいよね。で、デイリーのエイプリルフールはなんで毎回こうなるのかっていうのをちょっとさっき考えてたんですけど、はいはい、まずデイリーのエイプリルフールのこうルールとして、実際にやるって妙なプライドがあって、口先だけとか画像だけとかそういうことはしない。はいはいはい。これもなんかやんわり悪意なんですけどね、あのそのなんかよそのさ、エイプリルフールのこうメーカーのやつとかで、あ、これすごいいいじゃんってなんだけど、あれ嘘なんだよね。結構がっかりしてさ、はいはいはい、これ売ればいいのにっていうのを毎回毎年思うんだけど、だからなんかそういうのじゃなくて、あのデイリーはちゃんとやるぞっていう、ちゃんとやるぞっていうところでもう嘘じゃない気がするんだけど、で今年は平日だから、はい、去年みたいな喫茶店を開いたりとかそういうのはやめよう、でネットだけの展開にしようっていうのがまず2つ決まっていて、そうなると変えられるものって3つしかなくて、テーマを変えるか、デイリーポータルは練乳専門サイトになりましたとかテーマ変えちゃうか、書き手が変わるか、ゴリラになるか木になるか。これ両方本当にあったやつですね、過去に。これまであの冗談じゃないですからね。で、あとは書き方を変えるかっていうことで、動画だったり手書きだったりテキストなくしたりバイラルメディアになったりとか、これも全部これまでやりましたけど、やりましたね。こうなると書き手ゴリラになるとか木になるってものがいるから、ちょっともう難しい。で、テーマか書き方かで考えて、で、なんで仕事が出てきたのかもう忘れちゃったんですけど、なんか1時間ぐらい考えてる間に、じゃあ仕事かってなった記憶あるね。そうですね。なんででしたっけ。なんでだっけね。忘れましたね。うん。でも林さんがポロッと七五調って確かに言って、うん、で石川くんがそれだって言って、それめちゃめちゃいいですねっていう
覚えはありますね。そうだね、そんだけで決まったね。なんか話してたのは、うん、テーマのやつは、うんうん、エイプリルフールにやんなくても普通に特集をすればいいんじゃないかみたいな話はしてましたね。そうそう、そういうなんかそもそも論がねそこで出てそうテーマで、そうだよ、練乳専門サイトだったら普通に練乳特集にすればいいんだもんね。はいはいはい、はい、でそこそこ面白そうだもんね、練乳いろんなものにかけるとか、そうですね、美味しい練乳とかね。そうだよね、デイリーの練乳専門サイトってなんかウミガメのスープみたいでさ、毎年毎年出て実現しないっていうかさあ、本当に毎年行ってますね、練乳専門サイトね。練乳専門サイトは、はい、でなんか会社変わってデイリーはこれからじゃあ練乳専門サイトになるかもしれないっていつも練乳のこと言ってるよねやりいいのにな、そろそろやっといた方がいいかもしれない。あ、ゴールデンウィークか、今年の。ああ、そうですね、練乳専門サイトになろうか。またゴールデンウィークに一つも関係がないねそうだね、練乳みんな好きだからねまあ好きですね、うん、ですよね。まあそれでエイプリルフールは七五調になりましたっていうことですね。これで多分スライドは終わりかな、終わりだ、うん、でもうなんか受けてんのかどうかももう分かんないねこれね。分かんないですね、うん、多分そんなに受けてないんだけどあの受けたらいいんだけど、別に受けてるかどうかもそんなに気にしなくなってきたね全員ね。そうですね、うん、なんかそうですね、うん、なんか受けたかどうかよりも自分たちが納得いってるのが大事みたいな気になってきませんか。いやそういうなんか割とデイリー全体にそんな感じになってきた。まあそうですけどね、うん、そうこれどれぐらい受けてるかなとかさ、一つも気にしてないもんねきっとこれを見てる読者の皆さんもしょうがないなっていう気持ちで見てもらえると、もうそういう生き物だと思ってはいはい、はい、そういうの含めてなんかねこう笑ってもらえると嬉しいなって思いますね、はい、そうですね。あの急にあのフォークのミュージシャンがテクノに走ったりするときが一枚すごいダサくみたいなの出すときあるじゃないですか。はい、ありますね。ね、でもそういうの含めてこの人だからっていうふうに見てもらえると、はいはい、やはりまあ動画もさ、うん、あれ結構前だよね、8年6年ぐらい前 YouTuber になりますって言ってさ、ずいぶん前ですよ ね、うん、結構6年ぐらい前かもしれないです ね、あれさ、はい、なんでエイプリルフールって言って動画ですけど、エイプリルフールじゃなくて真面目に動画にあのタイミングで切り替えればよかったのに、ね、何ふざけてさ動画にしますとか言ってんだって思うよね。しかもあの時もうプープーテレビとか全然ありましたからね。そうそう、あっちに切り替えるのがなんか正解だったんじゃないかって気するよねあれ縦動画にしたんだって去年だっけ、あれはでは縦は20周年企画ですね。そうだそうだ、うん、の時にね縦動画にして、あれもねそっちだろうと思うよねで今日は七五調になって会いました。七五調にするとその後もずっとさ頭の中そうなるよね、脳に癖がついて。あ、そうそう、なんか、うん、あの記事を書いたしばらくあと、うんうん、なんか普通にメールとか書いてて七五調で考えちゃう。あ、そうそう、なるよね。これちょっとでもやってみてほしいですね、あの感覚変だから。そうだよね、これ今からだけど投稿募集してみようかな、んかデイリーの感想を七五調でお願いします。ああ、いいですねいいですね。フォームでも作ってみようかというデイリーポータルの今年のエイプリルフールのご説明でした。